トブリセカンドシーズン。おはようございます、川原みのりです。さて、この番組はですね、私がさまざまな無茶ぶりに困難に耐え抜いて、できればプラス収支も目指したいなという番組となっております。本日はですね、第3回目ということで、貴公な相川店さんにやってきております。寒い、はい、だいぶ冬ですが、まあ、切ればいいんですけどね。前回はマイナスでした。何度ペナルティしたかもちょっと分かんないんですけど、今のところまだプラスであると思っておりますので、まあ、初回がねかなり頑張れたので今回も頑張っていきたいと思いますが、どんな無茶ぶりが来るのか、早速じゃあサイコロの方を振っていきますか。はい、あのすごい出したやつですよね。そうですよ、すごい痛くなりましたもん。だっていやほんとちょっとですよ。え、そんな使いました？いや、こ、いや、え、コイン、いや、コインは無理やって、コインはいや、でも勝ったじゃないですかって言われた、すぐ人のせいにするえ、あ、コンビニいつもの、あー懐かしい。なんか、はい、まあ3000円か、まだいいな。え、じゃあ今行くんですか。はいはい、じゃあとりあえず、今回の無茶ぶりを決めていきたいと思います。サイコロお願いします。ほんと見るたびにボコ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 になっていく。いきますよ。駐車場が広い、車来てない、大丈夫行きます。あ、あ、へこみそうな音がした。坂だな。多分角とかがどんどん取れてすごい転がるようになってるんじゃないですかこれ。あ、止まる。2スポット。あ、2か。はい、2ということで今回の2は一定金額投資でグラビア撮影。一定金額っていくらですか。結構すぐだな。あれ1万とかそういう感じかなと思ったらわかりました。まあ5000円ワンチャン、まあめっちゃ出るときはね3000円とかね、そのぐらいでもうずっと出っ放しみたいなときも結構あるんで頑張れるかなと思います。はい、じゃあ早速実践行ってきます。ありがとうございます、よろしくお願いします。どうしよう、あ、もうこっちか。あ、そっかそっか。まあでもせいやもやっぱ座るんですね。いや最終せいや行く。いやでもな、投資まあまあ行っちゃうかもしれない。どうしようどうしよう。番長、うん、とは言ってもね、なんかジャグラーで増やしてから作戦はいつもうまくいかないんで、せいや行くか、行っちゃうか、行っちゃいます、すいません。はい、昨日ちょっと収録でいい思いをしたばっかりにせいやに座っちゃいました。まあでも昨日も7000円ぐらいだったんで投資は、まあ、そんなにいかないで済むかな。そう、しかも CP あるから意外とコインは持たせることはできる。窃盗されていますように。スイカからコスモチャージです。
チャンス目、まあ、広角かどうかは別としてチャンス目を引いたはいいが、だってか次元でしょう。これはリセットじゃないな、ダメですね。リセットはないっぽいんで、おそらくここはやめにして違う台に移動します。ほぼ2000円使っちゃった。でも天下布武、天下布武は結構使わないで済むと思う。被災地行ってみようかな。さて、現在2000円投資、コインちょろっとでございます。天下風部です。初回の時奇跡的に速攻で覚醒入ってまあまあ出たイメージがありますけど、行ってみましょう。な、急に、あ、よし、チェリーです。覚醒にね、なかなか入らないのがちょっときつい台かなっていう時が多々あるんですが、まあまあ一発天国あたりで当たってくれたらいいな。うん、場内、はい、場内ステージです。全長です。ありそうな気がしちゃうんだけど、あー、黄色ね、キニン、待て、そうだ、まあまあ早いな、ヘリが発展か、合戦、ショー、ショー、チュー、はい、全く、そうですね、ダメでした。お、ちゃんと秀吉のとこで引いてるんで行きますね。ロツーベル、立ってくんないかな。おお、後期でギャー、あ、もう一発、あ、チャンス目、おお、熱々でガプッシュ、当たるやつですな。はあ、危ない、ギリギリ3000円としたけど、まあほとんどコインが43枚とかある状態でございます。58ゲーム、やったボーナス、お、ビッグだ、よかった。白、天下ボーナスです。まあ弱い方ですが、覚醒入れたいですね、この流れで。秀吉好きだけど、あ、でも秀吉で当たったしな、秀吉にしようか。上げてけ、上げてけ、一応チャンス、
を応援してくれた。お、なんかレア役ですね。チェリー。お、なんかいた。いいよ。チェリー。チャンス。金がね。急にね、評価が、評判が上がらなくなるんで、これはもう絶対クリアできなさそうな流れじゃないですか。もうランキング発表です。ダメか。終了。お、うん、終了です。105枚緑。ほぼほぼ入れた分が返ってきた感じだからいいんですけど、ちょっと頑張りたいな。そもそもグラビア撮影ってなんか何するんですか。動画、動画、あ、動画でも最近割と、雑誌とかでも写真のページがあったりとかして、割となんか久しぶりにこうお写真の仕事がちょこちょこあったりするんですよ。なんかそれでそういう無茶ぶりが入ったりしてるのかなとかって勝手に思いました。違うのかな。違いますね。だから昔は本当に嫌で、多分写真大嫌いだったし、なんでグラビアとかやってたんだって感じなんですけど、超苦手だったんですよ。でもまあ最近になって久々に別の雑誌ですけどグラビアとかやらせてもらった時に、あ、楽しいなって思えたんで、やっと気持ちが追いついてきた感じです。今更だけど、まあでも需要ないと思うんだよな。いつもなんだかなと思いながら、4000円目です。やばい。おお、三部賞ステージ行きました。熱いです。もう何でもいいからとりあえず、何やつ、おう、とりあえず引けました。グツベルです。お、なんか引いてる絶対。はい、これしかも熱いですよ。チェリーですね。はい、これは当たるんじゃないかな。発展です。あれ、強めの演出とかが来ないと厳しい。あら、ダメだった。あ、でもギリギリで、ギリギリでまた崩れてきました。で、三部賞ステージは内部的にもう今175で終わってますけど、これで当たってくれんかね。早い発見が。あまり演出が良くないな。さっきのゼリーは当たってほしかったな。
4000円いってしまった。でもだいぶ持ってる方ではあります。なくなった、なくなりました。もう行くとこまで行っちゃいそう。ああ、もうどんどん行く。6000円だ。いつもより1000円が重い。あ、チェリー上手。なんか強そうですよ。デン速攻で。あ、合戦来ましたね。ありそう。ショーか。いやー、そうなの。これはどうなんでしょう。普通だったら弱いけども、そういうことね。やはり暑かったか。はい、勝利です。361ゲームです。投資9000円。あ、もう9000円、もう9000円。あ、でもまだあるから。あ、でも8000円ダメ、使ってんのか。はい、早く投資をストップさせたいです。いきます。はい、あの本当ビッグがいい。お、昇格でいいんじゃないですか。おい、閉まろうよ。せっかく巻物引いたのに。あ、よかった、ビッグでした。まあ白だろうな。はい、白だな。ビッグボーナスです。山田がまずボーナス当選時の抽選で当たっててくれないと結構難しい気がしちゃうんですよね。でしょ。でも後期だな。まあチャンスアップな演出でしたね。まさか当たっているとか。ダメですね。なんじゃい。勝つとかもね、たまにあるけどない。117枚です。また緑じゃ。あー、もう1回ぐらい頑張って入れようかな。よし、あたりです。確定。162ゲームですね。あーあー、外れろ。よし、外れた。昇格でした。はい、さあ白ビッグ。ビッグビッグビッグと来てるんでね、悪性のチャンスはいっぱいあるはずなんだけど。終わる。緑1人。枚数はまあまあ取れましたが、142枚。覚醒しない、全然。やめた方がいいかな。今日は覚醒を入れられそうにないです。とりあえず3000円で行ってきます。まあこの辺がやはり無難だろう。で、消費税って込みかな、込み。あら、はい、大丈夫です。はい、はい、買ってきました。もうこれが一番いいって分かってるんで、アマゾンカード。
安定です、マジで。はい、ということで、こちらサインも書かせていただきましたので、こちらの Amazon ギフトカード1名様にプレゼントさせていただきます。ご応募どしどしお待ちしております。凱旋はやっぱみんな打ってますね。ああ、こっちもパチンコすごくないですか。え、あ、ゲンさんだ。めちゃめちゃもう道の半分まで出ていってます。ゲンさんか、いいな。ゲンさんで一発もありですね。ゲンさん打っていいですか。あ、でも空いてない。いいな、めっちゃ出てるわ。結構パチンコ手貸しの方もにぎわっております。なるほどね。まあもうやっぱり G1 にします。もう好きな台を打ちます。でももう投資9000円なんで、はあ、ちょっと今マチコインが50枚ぐらい。オーダーさん、よろしくお願いします。お願いします。オールフェーブル。そうだね、でも G1 の MV ガンガン引ければ投資は抑えることは可能です。引きで、上がった。中断チェリーだ。びっくりした。あれ、箱入りました。持ってないです。